ミシシッピニオイガメは、泥ガメかニオイガメ属に分類されるカメ。ニオイガメ属の模式種。模式標本の産地は、チャールストン周辺。アメリカ合衆国中央部から東部にかけて、カナダ最大高潮13.6センチメートル。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると細長い楕円形。シ C カンパンやアバラカンパンの後部の後ろにある、カンパン全部とは重ならない。 後部縁看板は、のこぎり状に尖らず滑らか。廃校の色彩は、肺褐色や暗褐色、黒一色。下ごと喉には、複数のヒゲ状突起がある。粉炭から側頭部にかけて、左右に2本ずつ、黄色や高褐色の筋模様が入る。卵は、長径2.4から3.2センチメートル、単形1.4から1.7センチメートル。孵化直後の体は、 校長1.2から1.3センチメートル。要体は C カンパンとアバラカンパンに筋状の盛り上がりがある。廃校の色彩は灰色や灰褐色で暗色の斑紋が生える。成長に伴いキールは消失し、廃校の色彩は暗色になり斑紋は消失する。主に低室が泥や砂の流れの緩やかな河川、湖、地層、湿地などに生息する。 夜行性で、白明白母時に主に活動し、昼間は水中の堆積物などに潜り休む。水温が低い日には主に昼間に活動するという観察例もある。水性傾向が強く、浅瀬や水面で日光浴を行うものの自然下では上陸して日光浴することは少ない。生息地北部の個体群は冬季に冬眠するが、南部の個体群は終年活動する。 危険を感じると、公式部にある周戦から、匂いのある分泌液を出す。種商名オダータスは、方向のあるのい、英名、スティンクパートは、臭い壺のいでこの防御行動に由来する。植生は雑食で、魚類、昆虫、甲殻類、貝類、動物の死骸、果実、水草、藻類などを食べる。主に水中で採食を行い、水底を徘徊しながら、 噴炭を提出に差し入れ獲物を捕食する。繁殖形態は乱生。繁殖期になると、オスは、相配節区周囲の匂いを嗅いで死ゆを確認し、メスに対しては、体側面に噴炭をすりつけて求愛する。またメスに噛みついて、動きを止めようとしたり、周囲を徘徊する。メスがオスを受け入れると、メスの上に乗り交尾する。生息地北部の個体群では5から8月に、 水辺の草原や土が露出した部分に1回に1から9個の卵を最大4回に分けて産む。卵は主に浅い穴を掘ってから産みその上に土や腐食室で覆うことが多いが、倒木の下などに産むこともある。卵は68から98日で孵化する。オスは、高長5から7センチメートル、メスは、調長5.7から6.5センチメートルで、生成熟する。 ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。流通量は多く野生個体、繁殖個体ともに流通し、主に繁殖個体の容体が流通する。アクアリウムか、アクアテラリウムで飼育される。水生傾向が強いため陸上が必要ない個体もいるが、体調の悪い個体や浅い水深で長く飼育されていた個体、複数飼育を行う場合に関しては避難場所として、 陸上を設ける。野生下では夜行性で陸上で日光浴を行うことは少ないが、飼育下では昼間でも活動し個体によっては陸上で日光浴も行う。妖体は水質の悪化に弱い面もあるため清涼な水質を維持するようにする。飼育下では人工飼料にも得づく。族内でも協調性は良く、同種の複数飼育では 問題が起こりづらいが、水質の悪化やストレスを考慮し、個体密度を低くして飼育するのが望ましい。ありがとうございます。